ブックオフ店舗出張会と等で使用されるブックオフの車両。新古書店とは比較的近年に出版された本を売買する日本の古書店のこと。売買対象は主に漫画や文庫本など大量出版され希少価値の低い書籍である。希少本や専門書も取り扱わないこともないが、従来の古書市場に比べてかなり低い価格で取引される。 それを利用して従来型の古書店が仕入れ先にしていることがあるほか、個人が転売する、セドリも存在する。しかし、買い取りは本の状態を重視しているので希少本でも買い取り拒否、破棄されるケースも多々ある。買い取った本は必要に応じてクリーニングを施して販売する。売買対象は書籍に限らず、音楽 CD や映像ソフト、 ゲームソフト等も合わせて取り扱っている店舗が多い。これらも古書同様に古いタイトルについては専門の中古店と比較して大幅に低い価格で取引される。新古書店も古物営業法により買い取りには本人確認が義務付けられている。店舗は比較的広く清潔感を心がけた内装で古書特有の匂いを抑える対策も施されており、 従来型の古書店よりむしろコンビニや新刊書店に似ている。主な客層は中高生など若年層で若年層の人口が多い郊外のベッドタウンや来店しやすいロードサイドに立地していることが多い。立ち読みもある程度許容されている。経営方法としては在庫管理のコストを徹底的に削減するために一風変わった方法が取られている。 こうした方法により非熟連動動社でも店舗運営が可能となりコストを抑えて利益を上げられるようになっている。ただし単品管理の欠如ゆえに IT を活用しての高度な在庫管理システムも採用できなくなっており近年ネット古書店との競争において遅れを取る原因ともなっている。フランチャイズとして展開していることが多いが十分なノウハウもないままにフランチャイジーを募集して 不当にロイヤリティを得ているとの批判を受けることがある。ただし近年は一部のショップでは導入されつつある。ありがとうございます。